イクレシア・バルケ・アパート・デイロ・エル・オロ県は、エクアドルの南端にある海沿いの県。県は、歴史的に金の生産の重要地域だったことから、名付けられた。今日では、県は、世界有数のバナナの出荷を誇る地域の一つとなっている。県とはまちゃら。エル・オロ県は、歴史的に、エクアドル国内で、バナナの生産が盛んな地域である。県の北と東には、グアヤス県。 アスアイ県、ロハ県との境界があり、西と南では太平洋とペルーのトゥンベス県と接する。県は14の軍に分かれており、ハンベリ諸島、トゥンベス川の関か森、サンタクララ島のような広範囲にわたる魅力を特色とする。エルオロ県の経済はバナナや小エビの輸出が中心となっている。他にココアやコーヒーの農業生産も行われる。議会は一員制である。 県は14の関東に分かれる。下記の表には2001年国勢調査時点での各軍の人口と平方メートルでの面積、中心地区を表記するプロビンシアデエルオロ。2012年1月22日閲覧。cansofecuador.statoids.com リリーブド4ノーベンバー2009ありがとうございます。